というわけで、バンコクのロケット愛好家の皆さん、こんにちは。さて、今回は、ULA のロケットの費用が非常に高いという点について見ていこうと思います。確かに、ULA のロケットは高いのですが、そこには理由が存在し、内訳を細かく見ていくことは、ULA のみならず、世界の使い捨てロケットの発展の方向性を把握することにつながります。というわけで、そもそも、実際のところ、ULA の値段は、どのくらいなのかという点を見ていきましょう。ロケット打ち上げ費は多くが未公開で、比較は難しかったりするのですが、NASA による打ち上げは公開されており、ULA とスペース X のそれぞれのを比較することができます。NASA のロケット打ち上げプログラムは、LSP、ランチサービスプログラムと呼ばれており、これに登録されているロケットについては、公式の打ち上げ計算機で、細かな能力も見ることができます。一方で、スペース X が受注している CRS などの ISS への補給任務は、補給船の運用も含めたサービス全体での価格になるので、少し比較が難しくなります。まずは、直近10年ほどの間のスペース X と ULA が NASA と結んだ LSP、また、参考として、スペース X の CRS の価格について一覧にしてみてみましょう。並べると、打ち上げ価格についていろいろなことが読み取れますが、まずは価格設定について考えてみましょう。明らかなのは、確かに、スペース X は、ULA よりも大幅に安い価格での打ち上げを実現しているということです。いくつかの極端な例外を除き、打ち上げ価格を平均すると、スペース X は、1ミッションあたり1億600万ドル、対して ULA は1億6800万ドルであり、ULA は、スペース X より5割ほど高いです。しかも、スペース X は、最低で、5000万ドルの価格を実現しており、これは、ファルコン9が、その値段で打ち上げることが十分に可能であるという裏付けにもなります。対して、ULA は、最も安いアトラス5401の場合でも、最低で1億3200万ドル、平均で1億5860万ドルかかっており、これでは、どう頑張っても、ファルコン9には太刀打ちできそうにはありません。とはいえ、状況は、もう少し複雑です。まず、スペース X の価格ですが、こちらは、任務によっては、価格が高いものもあり、そして、近年は上昇傾向にあります。比較的値段の高いものとして、ISS への補給任務 CRS が挙げられます。スペース X の価格は、アメリカでの競合機のシグナスよりは3割ほど安いものの、特別安いというほどでもありません。ドラゴンは、有人飛行を視野に入れた設計のため、補給船としては搭載能力が低く、補給重量あたりの費用では、日本の H2B と HTV による輸送と同じくらいの値段であったりします。必要な価格と能力を実現しているので、批判の理由にはならないのですが、CRS による高額の契約が、スペース X への財政支援の役目を果たしていたのは事実ではありました。また、2020年以降の NASA とスペース X の任務は、ほとんどが1億ドルを超えており、CRS 第2弾でも、スペース X の価格は上がっていると言われています。しかし、これは、単純にコストが高くなったというより、ファルコン9も十分に成熟して信頼性を証明したため、競合よりも低い価格を提示する必要性がなくなったからだと考えられます。再利用型のファルコン9の実質的なコストは2000から3000万ドル前後であろうというのは、ファルコン9解説動画でも説明している通りです。個人的な考えですが、実績を積んだ今のスペース X は、もはや最低価格で入札する必要もないため、競合相手に対してはナメプのような状態であり、稼ぐだけ稼ごうとしているようにも思えます。一方の ULA の値段はといえば、スペース X の構成に対抗してか、少しずつ下がっています。気象衛星、GOES シリーズの打ち上げ価格を見ると、2012年契約では2億2300万ドルだったのが、2019年契約では1億6570万ドルになっており、額面で 25% ほどの値下げを実現しています。また、社長のトリー・ブルーノ氏によると、アトラス5売り切れのため辞退したものの、最新の GOES 衛星の入札は、さらに低価格を提示したらしく、今も価格引き下げを推し進めています。次に、アメリカ軍との契約についても見ていきましょう。アメリカ軍の打ち上げプログラムは国家安全保障打ち上げ、NSSL と呼ばれており、これは、1994年に始まった発展型使い捨て打ち上げ機、ELV の後継計画になります。まずは、ほとんど ULA が独占的に受けてきた2019年までの ELV 契約について、ULA の資料を見てみましょう。昔の ULA の契約は多くが機密で、細かな内訳はよくわかっていません。ただ、
やたらコストがかかっていたのは確実で、スペース X は競争入札を求めて訴訟を起こしました。この時、スペース X は ULA の打ち上げは1回で4億ドルかかっていると大げさに批判したのですが、その時に ULA が反論のため出したのがこちらの宣伝ポスターです。これはおよそ9年間ほどの契約で176億ドルで78ミッション、1回あたりは2億2800万ドルと謳っています。全く褒められる数字ではありません。NASA での打ち上げ価格と比べても高いと感じられますが、これは ULA は施設の運用維持費なども主に軍から支給されており、それが含まれているためです。この高額な運用維持費は ULA のコスト高の理由の一つですが、それについては後にまた説明します。そして2016年から NSSL フェーズ 1A が始まると、アメリカ軍は打ち上げをスペース X にも委託するようになり、多くの打ち上げの契約価格も公開されるようになりました。NSSL 契約が公開されるようになってからの ULA とスペース X の打ち上げ契約の一覧がこちらです。特に高額になっている一部の契約を除くと、スペース X は平均で1億1070万ドル、ULA は平均で1億5460万ドルとなっており、およそ4割ほど ULA が割高となります。しかし、1回の平均が2億2000万ドルだった時代と比べれば、ULA の価格は安くなっており、その値段は減少傾向にあります。そして、注目するべきは、最新の USSF112、USSF87 の平均1億1200万ドルの契約で、こちらは、性能的には、現行のアリアン5に匹敵する、SRB4 機装備のバルカンが用いられる予定となっています。欧州のアリアン5は、ファルコン9と並んで、商業ロケット市場のトップに立っていますが、価格は約1億8000万ドルと言われており、次世代のアリアン6も1億2000万ドルほどと言われています。つまり、ULA の次のロケットのバルカンは、机上の計算では、スペース X 以外の相手なら、十分に商業打ち上げで戦えるだけの費用と能力になっているはずです。バルカンが、商業契約をどれだけ獲得できたのかは、まだ明らかではないですが、この費用で本当に運用できるなら、ULA が商業打ち上げに参入してくる日も遠くはないはずです。以上のように、ULA の打ち上げ価格は、差は縮まりつつありますが、およそ、スペース X より 50% ほど高額であると言えます。スペース X のファルコン9は、高い軌道への打ち上げが苦手なため、ULA が、そうした任務を担ってきた面もありますが、ファルコンヘビーの運用が本格化すれば、その牙城も危なくなります。では、ULA の打ち上げ費用は、なぜあんなに高く、そして、ULA は、今後どのようにして、費用を削減するのでしょうか？結論から言えば、ULA の高額な打ち上げ費の主因は、政治的な理由によって、必要以上の過剰な設備や生産力を抱えざるを得ず、非効率な運用を強いられてきたことにあります。先ほどの ULA のかつての打ち上げ費用ポスターを見直してみましょう。まず、主に固定費となる、ロケット車上や運用設備の維持費があまりにも高いです。78ミッション、総費用176億ドルのうち、およそ 40% の69億ドルがロケット製造費ではなく、ロケットの運用や、インフラ設備などの運用維持費になっています。この費用はおよそ9年分ほどになり、1年あたりでは 7.7 億ドルほどかかっていると言えます。中でも大きいのは、ULA が維持していた5つの車上の維持費で、単純に、車上の数で割ると、1つあたり年間1億5500万ドルになります。日本円では170億円くらいですが、2012年頃の日本の種子島宇宙センターの年間維持費が170億円と言われているので、1つあたりの費用では、ULA と JAXA は同じくらいです。しかし、ULA は、車上は5つありました。しかも、4つの車上は、大型ロケット打ち上げが可能な設備です。例えば、非常に高いと言われているデルタ4ヘビーの最後の5回の打ち上げ費用については、生産費と運用維持費の内訳が分かっています。デルタ4ヘビーの5年間にわたる5つの打ち上げ契約の内訳は、機体の製造が10億ドル、設備の運用維持費が12億ドルとなっています。西と東の大型車上2つを維持し、1年で1回だけ打ち上げると、1回あたり4億4000万ドルという豪華なロケットになるわけです。一方のスペース X はといえば、前回の動画でも見たように、打ち上げ設備はコンパクトで、設備の運用維持費は大幅に低いと見られます。ULA の半額くらいだったとしても、おかしくありません。加えて、ファルコン9の大量打ち上げによる維持費の圧縮も効いてきます。直近の2016年から2020年の5年間について、車上の運用期間を、ロケットの打ち上げ回数で割る、つまり、
射場それぞれのロケット打ち上げ頻度を計算してみると、ULA は平均 6.5 ヶ月に1回、一方のスペース X は平均 1.9 ヶ月に1回打ち上げとなり、スペース X は ULA より3倍以上、射場を効率的に運用しています。イーロン・マスクが維持運用費は打ち上げ、コストの 10% と述べるのに対し、トリー・ブルーノが運用費がコストの半分だという認識なのは、こうした両者の状況の差が背景にあります。ULA が設備過剰なのは生産面も同じであり、そもそも ULA の母体は、ロッキード・マーチンとボーイングのロケット部門で、それぞれが設備過剰を抱えていたので、合同して効率化が図られました。しかし、ブルーノ氏の発言によれば、ディケーター工場だけでも、年間最大40のロケット生産力があり、すし詰め状態のスペース X の工場と比べても余裕があります。そして、ULA は、結局平均で、年に10機くらいしか打ち上げていないので、全く、工場の能力を活かしきれていません。また、水平分業で、エンジンなどの主要構成品が外注され、多くの下請けを巻き込んで製造を行っているのも価格高騰の一因です。アトラス5の生産の費用構成についての ULA のポスターを見ると、第1弾は2200万ドルほどと言われる RD180 が約半分を占め、総合で4400万ドル。第2弾の RL10 の価格はよくわかってませんが、あちこちのニュースサイトを見たところでは1600万ドルほどが妥当と考えられ、グラフに従うと、第2弾は約5800万ドルと見積もれます。個人的には、RL10 と第2弾は、もう少々安く調達できてると思うのですが、一応、この仮定の下で計算すると、アトラス5の最低製造費は1億ドルとなります。エンジンなどの重要部品を外部から供給に頼ると、どうしても生産工程の最適化がしづらいために、製造費も高騰する結果となります。こうした設備過剰と水平分業という構造による ULA の費用の高騰は、しかし、アメリカ航空宇宙産業界にとっては必要なことであり、十分な政治的支持が存在するものでした。NASA の SLS についても言えますが、アメリカの宇宙計画では、冷戦期に作り上げられた巨大な宇宙産業の雇用を、いかにして維持するかが、長年の最大の課題となっています。21世紀になってからというものの、打ち上げは、政府需要が激減、宇宙開発の機運は絞む一方でした。民間需要も増えない状況で、コストを減らせば雇用が減り、社会的な悪影響も出ます。宇宙産業界、また、彼らが支持する政治家たちに、コストを削減するような動機が生まれるはずもありませんでした。政治主導で発展してきた宇宙産業は、議会とのコネも深く、議会は、あの手この手で、既存の事業と雇用の維持を図るようになります。結果、NASA の新型ロケットは、スペースシャトルの遺産を利用することを決定づけられ、ULA も、万が一のバックアップという名目で、2種類のロケットを維持することが決められました。結果的に、1回の打ち上げ費用は、非常に高価になったものの、ULA のロケットは、全米にある工場や供給網を通じ、多くの雇用をもたらしています。この状況は、ULA を筆頭とする古い宇宙産業、軍、NASA、そして、議会などの利害関係者すべてに恩恵があり、問題はといえば、市民の税金が無駄遣いされてしまうことくらいでした。しかし、宇宙開発が停滞するこの状況は間違っていると感じ、もっとうまくやれるはずだと考えるアメリカ人も大勢いました。そして、数多くのベンチャー企業が失敗した末に、最終的にアメリカ宇宙産業に地殻変動を引き起こしたのは、イーロン・マスク率いるスペース X でした。2016年以降、スペース X は安全保障打ち上げにも参入、軍との独占契約が崩されたことで、ULA の収入は危機に直面することになります。しかし、一方で、スペース X が安全保障打ち上げに参入してくること、そして、民間市場で大成功を収めていることは、ULA にとっては変革のチャンスでもあります。ファルコン9が安全保障を担う新たな打ち上げ機として登場したことで、ULA は、もはや、予備として、余分な種類のロケットや、余分な射場を維持する必要がなくなります。スペース X が宇宙産業を支えてくれることで、ULA も、また、自らの経営体質を効率的に改革するチャンスが巡ってきたわけです。その ULA の未来を背負うロケットが、アトラス5の後継機とでも言うべき、ファルコンセントールなのですが、次回は、その必要性と戦略から見ていきましょう。ということで、今回は、ULA のロケットのコストについて、スペース X との比較を通じて見てきました。ファルコン9の費用解説動画では、少々解説が不足していた、ロケットの設備維持費についても概観することができたと思います。
本動画シリーズでは、主に近年の宇宙ロケットについて解説する予定です。チャンネル登録、フォロー、マイリスト登録、いいね、広告、高評価をしていただくと、投稿者のやる気アップにつながるので、ぜひよろしくお願いします。それではまた。